皆さんは港区で雨の日に子供と遊ぶ場所に困ったことがありますか？この動画では子供が遊ぶための施設、麻布子ども中高生プラザを紹介します。最近雨が多いですね。どこか雨の日に子供と遊ぶ場所ありませんか？あ、いい場所がありますよ。麻布子ども中高生プラザって知っていますか？子どもプラザ？いえ、わかりません。じゃあ今から一緒に行きませんか？いいですか？行ってみたいです。こんにちは。こんにちは。すみません。今日初めてです。はい、初めてですね。では、こちらの紙にご記入をお願いします。記入？はい、この紙に書いてください。あ、はい。ここに住所とお子さんのお名前、生年月日、年齢を書いてください。生年月日って何ですか？生年月日は生まれた年と誕生日です。はあ、誕生日ですね。すみません、ここには何を書きますか？ここは緊急連絡先、お子さんが怪我をした時とか地震があった時に連絡する人のお名前を書いてください。はい、わかりました。これで大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。ではこちらがお子さんのカードになります。お子さんのお名前を書いてください。はい、そしてここに保護者のお名前を書いてください。保護者？保護者はお父さん、お母さんとか子供と一緒に来る大人のことですよ。ああ。では少しプラザの中をご案内しますね。ここは子育て広場です。0歳から6歳のお子さんが遊ぶ部屋です。小学生はダメですか？すみません。小学生のお子さんは他のお部屋で遊んでください。あ、わかりました。おもちゃもいろいろありますね。はい。それから、ここでスタッフに子育ての相談をすることもできます。はい、そうですか。いいですね。あ、ここで飲み物を飲んでもいいですか？はい、大丈夫ですよ。ここはアリーナです。いろいろなスポーツができますよ。したいことをアリーナのスタッフに相談してください。へえ、いろいろできますね。こことてもいい場所ですね。今度雨の日はここに来たいです。1階のカフェでお昼ご飯を食べることもできますよ。じゃあ1日中遊ぶことができますね。いい場所を教えてくれてありがとうございました。また一緒に来ましょう。麻布子ども中高生プラザでは毎月いろいろなイベントがあります。興味があるイベントがあったらぜひ参加してみてください。港区には麻布子ども中高生プラザの他にも子どもが遊ぶための施設がいろいろあります。施設によって受付の仕方や決まりが違います。それぞれの施設で決まりを確認しましょう。